歴史物語光と闇の覚醒の続きをやっていこうと思います。前回ですね、フォーリアっていう国を、まあ、解放した感じですね。今から行ける。何しに行くんだ。で、このフォーリアの街の中を前提で今回星マークを進めるところからですね。この先にどんな危険が待ち受けているかわかりません。皆さん準備よろしいですか？はい。なんかイベントですか？もうハロウィンイベント終わったよ。違う。めっちゃカラーなんだね。さあ、先輩の歌のライブなのだ、バーツさん。ああ、やっぱりそれ系のやつですか。楽しんできてくださいね。あと、人混みにお気をつけて。で、今あの書物の力を使って、過去の世界に行くっていう感じですね。みんなで予習カラオケしに行く。オフ会か。ということは、おじい様がバランドールバランド廃校をアニメ化本編数ですよね。当日とか前は上するだな。状況的にはですね、ちょうど第一部開始の段階のやつですね。改めて。お、知らないわよ。城に入る方法か、知るわけないだろう。そういや、昔城に盗みに入って捕まった奴がいたな。そいつは脱獄したって言ってたな。まあ、他のヘルカは昔バランドール城から脱獄したまま寛大で監視に罪を問わなかったらしいが、その時の監視長は責任を取って辞めたらしいぞ。兵士なら詳しいことを知ってるかもしれないな。脱獄事件か、何か知れないな。兵士に聞いてみるか。人じゃないよね。ガストンさん、スカウトできるけど。まあ、とりあえず今。手は終われない。これがなければ下に行けない。芸事で食べていけるっていいよな。だけどそうなれるのはすごく狭い門をくぐり抜けた人たちだけなんだよな。でもその値段で売ってるのは古の古道じゃないかなっていう。第一部だけのやつだった。家が動いちまったらよう住みにくいじゃねえかよ。何の話だ。古の魔法の地下。おい、聞いたかよ。グリードじゃ鉄の家が動いてるんだってよ。グリードの話か。そりゃ王族たちが住んでるところだからね。いつか入る機会があったら連れてってあげるよ。お城って大きいんですね。この間貴族街から見てびっくりしました。中はどうなってるんでしょうね。そうです。これが光と闇の覚醒っていうパッケージなんですけど、これが今で今やってるのは第2部だけど、第1部の古の古道っていうのがあって、でそっちだけのも危ないところだった。で、このゲームを、最初から最後まで、完結までってなると、光と闇の覚醒の方が、買った方がいいですね。古の鼓動だけだとちょっと中途半端なんで。音楽を演奏してるともったいないと思わないか。3D の音楽をいつでも聴ける魔法、そんなのがあれば成功なんだかな。そうですね。一応2部で終わりのはずですね。さて、これから忙しく入ってくる傭兵団が、揃いの防具も武器も人殺しの道具だ。なんだかんだ言っても戦いに使われるもんだってことを忘れちゃならねえ。というか余るってことを知らないのかしら。新しい素材を試したいんだけど、うまくいったとしても、少し冒険者たちも防具にコスト払っていいと思わない？脱獄の事件当時、監視長をやっていたのは、ルーシスさん。兵士としてもとても真面目な方でしたよ。今は兵士を辞めているはずです。ルーシスさんの居場所、私は知りません。他の方に聞いてみてください。人に会えば詳しいことを聞けるかもしれないな。もう少し他の兵士にも聞いてみるか。脱獄の事件当時、監視長はルーシスって兵士だな。真面目な人で責任を感じたんだろうな。今は兵士を辞めているはずだが、ルーシスの居場所、俺は知らないな。他のやつに聞いてみてくれ。どれくらい混むんですかね。今は城に入る方法を探さないと入れないのか。上の人とか。そういえば俺としては戦わずに済むのが一番、そういうわけにもいかんのよね。だって俺兵士というのも馬鹿にできないもんだな。君ちもそのあたりもっと真剣に取り組むべきじゃないか。兵士だけでいてくれる人がいない。別の区画に行く。この辺兵士じゃないよな。ここがバラ出ました。懐かしい。今はもうやってないよね。の小僧の時にやってましたね。ちょっと
俺たちが当たり前のように思っていることもさ、他の誰かにとってはどうしても手に入れられない貴重なものかもしれん。世の中にはそういうもんが多いよな。気というか、ゲーム内でブログみたいなの書けましたよね、確か。成り上がり騎士が何を偉そう、了解いたしました。心して任務に当たります。クラスター兵員やルルティア行動で持っているとの報告がある。ジョーカの警護は諸君らの任務のはずだ。気を引き締める。確かにちょっと偉そうだ。やってたね、ソロ攻略の。なんかタイムアタック的な。他に兵士っぽいのは、門のところまで行くか。僕の事件当時、監視長をやっていたのは、ルーシスって兵士だ。温厚な性格のやつだったな。今は兵士を辞めてるはずだ。ルーシス。次が、こんなところ。ここなんだっけ。ルーシスさんなら、今は兵士を辞めて、パーモ村に住んでいるよ。パーモ村に行ってみるか。過去の世界だけど、フィールドに出れるのか、これ。どこにいるかわかんない。みんなと話して聞いてみよう。一緒の旅に出ようと思うんだ。バランドール、アルバナ、グリード、それに、もし行けるのはフォーリアまでね。この村にいるだけじゃ得られないことがきっとたくさんあると思う。厳しい旅になるかもしれないけど、自分で決めた道だからね。走ってる人いねえか。頑張ってるみたいだぜ、マヌマリ。俺も負けてられねえよな。られねえよか。誰か知ってる人を、そろそろ帰ってくる頃だね。まあ美味しそうに食べてくれれば疲れなんて感じないじゃん。誰の話だ。ここにいるのかなぁ。何早く結婚できるの？今日もありがとうな。実はお前に嫁さんの話があるんだが、どうだ？そうだね。喉かな。ストーシの出来としてはまあまあか。だけど商品としてのレベルじゃない。のんびりしている自分はないぞ。あんまり言わんだよ。いいワインがいませんね。ルーシスっていう名前に心当たりがないんだよなぁ。NPC ない。確かルーシスさんならこの先の東口の出口からブラスター平原に出ればいいわ。ああ、てか星がついた。もう結構近くにいるな。元兵士という話だ。そう、無謀な行動は取る。確かに私がルーシスだが、今に入る方法を聞きに来た？すまないが、今はそれどころではないんだ。このブラスター平原に不審な輩が出没しているようでな。いくつかそれらしい痕跡を見つけたのどうにも人手が足りなくてな。ブラスター平原に現れた不審者を探し出すことが先だ。君たち急な話ですまないが、人手が必要なんだ。不審者を探し出すのを協力してくれないか。はい、この件が終われば、後でか、とりあえず何か痕跡があるはずが仲間になった。戦えるのが、片手剣。さて、どこ行けばいいんだ。特にマークついてないぞ。その辺とりあえず歩いていけばいいか。どこ行けばいいんだろうね。襲われた。その敵の強くなった進行上仕方ないんだろうけど。道なりに進んでるけど。なんとなく、この右側が怪しい気がするからちょっと戻ろうか。第1部の時は目的地が星マークで表してくれてたけど、出てないから。あ、ここになんか光ってんな。これなんだろう。ん？これは人の足跡のようだが、どうやら足跡は森の方へ向かっているようだ。こっちで会ってたっぽいね。複数の人間の足跡がある。不審者たちはどうやらあれ行動しているようだ。終了まであと5分になりました。30分延長しました。延長しました。延長しました。延長に成功しました。動きをしてプレイヤーを交渉してください。延長中、足つき。はい、ありがとう。ちゃんとなるかどうかわからないんだけど。また足跡がいくつかある。しかも足跡はまだ新しいものばかりで、間違いなく奥から話し声が聞こえる。苦心に迫ってきましたね。これは、あら、ああ、変身してたのこれ。何？うまいのか。突き弱点はな、ちょっと。よし、もういないみたいだな。急に倒せて悪かったな。君たちのおかげで助かって感謝している。入る方向を聞きたがっていた。あの木材。
採取したかったんだが。あ、ここの家の人か。突然手伝わせてすまなかったな。信じる。しかしまさかあのウィザードたちだったとは、私も思うところがあって見回っていたのだが、どうも違う連中だったようだ。君たちを、確かバランドール城に入る方法を探していたんだったな。あそこは長い間使われていない、知っているものも少ないだろう。用水路が流れる場所の近くに入り口がある。階段を下ると扉があるからそこから入るといい。昔から監獄や脱出用通路として使われていたと運び入れたこともあるようだ。今となって私にも中がどうなっているかわからん。気をつけてな。修理して。なんか依頼持ってたっけ？呪いだけ持ってたね、そういえば。地下水路。場所はね、多分あの、合成屋の近くのところかなぁと思ってるんだけど。用水路に近くで入れそうな場所ね。ちなみにこれ過去の世界だけど、クエストってかサブクエストか、報告できたりするのかな？できるっぽいぞ。あ、あなたたち取ってきてくれたのかしら。すげえ、バタフライエフェクトが起きてる。あ、グリードの波人のところまで届けてほしいの。時間が空いた時でいいからね。お願いして大丈夫？クシスラメ。クエストないよね。上にあるくらいだから。この辺矛盾が起きてるけど大丈夫なんだろうか。ここが入り口か。よし。夜の街、混乱に乗じて。バランドール城につながる隠し通路のよう、夜まで待って侵入しますか。おかしいな、これ。バランドール王国地下通路。どうやら始め。先を急ごう。もし。な場所に迷い込んだ居場所で出会えたのに何かの影響でしたら何なりとおっしゃって、おー細かいなちょっともうなんかゾンビっぽい、ゾンビっぽいな動きが。開くのかどうしようかな。つけるよ。とりあえず普通の、なんか面倒くさそうだな。つけるの。水門の成形を動かすことはできないような、あれそれじゃないの。これからこれは、これか。38から、77から、93に、めっちゃ上がる。これ装備すると、コンボがね、ずれるんだよね、きっと。キルスだな。いけるんでしょうか。はい。強い武器が手に入ったんで、よしとしとこう。そしたら、道戻って、あの扉の先から、で、一旦、ここに行こうかな。なんか弱くないか。属性が、木の方が強い気がする。あ、ここも動かせないね。そうそう、さっきの武器の方がいいんだけど、やはりコンボを使うべきか。精輪の槍。出た。第2部から追加された両手音の派生みたいですね。でかいのがいますなぁ。斬撃とはこれいい感じ。少ない中ですね。さて、あ、これ飾りから、落ちてくるようがこれ。家が入ってないやつなんか。で、ここ行けないんだよね。他より脇が早いのか、これ。で、これは動くでしょうか。これも動かないのか。このギミック動かないとなると、かなり一本道な感じになるな。敵になりやすい。戦闘中。戦闘まであと5分になりました。戦闘中ダメか。勉強しないであげてください。動かせないか。そう。トマトになってないね。大丈夫そうだね。いっぱいいますなぁ。戦闘中になりました。あら、ね、ここで。起こして。戦闘中じゃないと回復してくれないのか、これ。してしまったらしい。すげえ！なんかあるかなぁ。あの装置が動くかどうかだ。動くでしょうか。やっぱ動かせねえのか。何のためにあんだ、これ。
っとお腹すいたな。スケルトンかな。キュウリさんがちゃんと働いてくれたら楽なんで。これホーリーライト。で、とってさ、そう、これアンデッド氏の魂を浄化する。さっきは立ち上がるところだったからダメだったのか。問題がある。マスターシールド。シーザーの武具が、シーザー長間になるのか。ここに来てるからそれはないか。ホーリーライト。間に合え。使わないとなると自分で入れなきゃいけないんだけどな。おー、祭司がいっぱい。あ、見たことないのがいいな。行きます。飛んでるから、こっちか。誰が開けた？勝手に開けたのか。で、見ればいいが、何もないのか。ここもあれかな、クエストかな。両手剣ください。なんか祭司あるかな。お、なんか蝶が飛んでる。ホーリーライト覚えさせてもいいかな。悪いな。キルがもったいない気がする。お家で来いよ。やっぱダメか。確認するのやめようかな。いい感じ。あー、いっぱいいるな。でかい、でかい何かがいる。大丈夫。ほんとそこはまずいな。まずいまずいまずい。かなりまずい。しびれてる。通らないどうしたらいい。なんでこっちないんだこれ。みんな離れよう。吹き壊れてんな。それのせいか。あー、全滅したし。うわー、最悪。マジか、来らなかったんかな。頑張りますけど、ちょっとねかなり戻ったね。で、戻ったなぁ。高っ箱は取ってやることになってんの。こっちにしといて。来てるんだが。サクサクっと戻したいなぁ。元のとこまで。勘弁してよ。まだ下水道。さっきね、ゲストのミウがやられてしまって、全滅しまして、あー、これ、戦う必要なかったんだ。で、今、スタート地点。そしたら、ほんとどうしようかな。ここじゃないよね。次だよね。あ、雲か。吹き飛ばしがね、すごい邪魔くさい。どうだ。5分になりました。延長者。30分延長しました。延長しました。失礼した。延長に成功しない重み教えてあげて。まあなんだけど、この延長の時、主が、ページ更新だよね。ないと、どうなるの？ちょっと、MP の回復を待ってから行きましょうかね。早期更新できる。で、あと3分になりました。雑魚か。やってたけど、今度、ちょっと、でかい、レイス、だっけ、から、やろうかな。でも、あ、どうやったらダメージ入れる？ダメだな。やめとこ。で、切り抜けたか。で、これどっちから行くんだ？防具かな。そうだ。結構かかったなぁ。はい、和骨、アルチンさんいらっしゃい。ゆっくりしてってくださいね。やっとたどり着いたよ。警察中によそぎしに来た。アルチンさん。出ますね。ルミナリー用の会員制作かな。中があと560。はいなぁ。思わぬところで、大きな命頂戴しましょう。そう。お前たち。やってしまいな。なぜ私たちはユグラス様にそこまで奪還を。わ、これ過去に干渉してるけど。てるよ、ダブル手帳進んでないけど。わら、アルチンさん。許しませんよ、私をコケにするとは。ダラム対抗は結局どうなるんかな。手帳埋めね、めんどくさいよね、やってないや。平原平原まで今しばらく。あ、ない。助かった。急ごう。追っ手が来るぞ。マジか。
マジ、またアコ通るの？一回セーブしとこう。デジョンだ、アルチン。デジョンとか使いたいよ。ちなみにですね、今ね、過去の世界にやってきて、で、この人、このダラム大公っていう人を、なんか救い出すみたいな、救い出すというか話を聞くために助け出すという感じかな、になってるんですけど、過去にどこまで干渉できるんですか。ダラム大公は、投げしてる。はい、すげえな。なんで、開かないのか。そのまま帰れるのかな。問題はこの先かな。ないな。ここからちょっと道が変わりました。いいものだな。道間違えた？右側から帰るのかとしたら。マジでまたここ通るのか。のかな。これ動かなかったら帰り道がないんだが。あれ、もしかしてこれ左側、ここの左側だったのか、行くの。で、この右から帰ってくるみたいな。だってあこ行けないよな、下。あこの下行けないから、やっぱ戻るしかないのか。マジか。あ、でもここの敵が、戻ってないな。どこから帰るの、これ。この左ダメで、ここ開かないんだよな。動かせないよな。一体これはどこから帰ればいいんだろう。考えるのは甘かったね。で、確認だけど、ここはいけないんだよね。水が張ってるといけないから、どっかでギミック処理しなきゃいけないんだろう。あ、エビンが来た。置いてったか。そろそろあの戦いが始まる。からなら帰れる。あ、このスパ行ってみるか。で、ここは行けないから、このギミックが動くかどうか。そう、まさかこんなところで迷うとは思ってなかったんだけど。ここも開かないのか。延長が有効になくなるときはご注意ください。死ぬなよーみんな、死ぬなよー。ではいけるんだよな。で、道なり的にはこっちだよな。そこまで朝ごはんになりました。延長しました、延長しました、延長。この先のところが行けなかったんだよな。となると、あの牢屋の中に、隠し通路でもあんのかな。一回だけ見に行くか。開かなくなってんだよな、なんていうの。ただよな。やっぱ牢屋のところか。いつもの感じだと2時間だからね。この時間までで攻略できないとなると、またセーブポイント。何もなかった気がしたんだけどなぁ。あー、まあ、ヒッタ。ダメージ入らない。こいつさっきどうやって倒したんだっけ。はい、ちょっと、ありがとう。はい、ちょっとありがとう。おかえり。あれ、いいですね。私はまだ迷ってるところですね。マジでどこ行きゃいいかわかんねえや。なんで2体いるんだ。どうしたらいいんだ。アシスセソさん。そうですね、なんかそんな感じです。なんかね、前はこの今いる地点から左側の広間の下を通って、でさらに下のところ行けたんですが、アコがね、なぜか扉が開かなくなってまして、で今この上のあたりエリアしか行けないんだけど、そのエリアからの出方がちょっとわからない状態です。じゃあちょっと食べますね。マイク切ります。
進むとと出しすせそさん。もしかしたら一通だったのかもしれないんですが、ちょっとお昼食べながら。私は今放送で何のゲームするか悩み中、今日は放送できそう。やりたいゲームやるん。めいっこ帰ったし、親文字アルチンさん、全部、わら、さしすせそ。ゼリー買ったのにスプーンついてなかった。おうちのスプーン使おう。さしすせそさん、ポニョが邪魔でできません、アルチンさん。お腹のポニョ、わら。ポニョは可愛がってあげて。さしす、てかやっぱりパソコンで放送見てると海夏さんの放送は、私も設定やり直すか。きり、まず、クムペグのアンインス、実際どこまでよく見えてるかわからないけども、わら。親から脱獄したやつがいたって話だから。隠し通路的なものがあるはずなんだよな。それを探さないとダメなのね、さしすせそさん。っていうのを今さっき思い出した、わら。どうやっていうのは右側の個室がたくさんあるところ?さしすせ、さしすせそさん。お待たせしました。では、再開しますね。パックとか。と、ゼリーの詰め合わせみたいな。聞いてるんだよなぁ。ダラム大君に頑張ってもらうことにしてね。はい、ダラム、はい。他のゲストがいないとダメとかなぁ。で、もしこれで、この牢屋に何もなかったら、ちょっと辛いね。手がかりがなくなってしまう。なんか見た目でわかるところはあるのかな。延長しました。延長しました。あと延長しました。延長に成功しました。で、すごく延長通、差し捨て。はい、延長通ありがとう。どこだ?でも左奥さ、なんか、穴開いてない。今気づいたけど。ここに穴があるじゃないか。なんでさっき気づかなかったんだろう。多分忘れてたからだろう。光を忘れてか、これを一人で掘ったのか。その脱獄した人は。すげえな。脱獄用なら一人分で良いのに。頑張っちゃったな、ブラストさん。うん。わら、サシスデソさん。よーし、帰ってきたぞー。え、ちょっと待って、今誰の声聞くらったの?いやー、長かった。まさか2時間以上かかると思わなかった。おじいさま、大丈夫ですか?フォーリア軍のキャンプ地まであと少しだ。和光熊さん。はい、和光熊さんいらっしゃい。放送、終わってきたんですかね。お疲れ様です。まだ。どこに?あ、ここか。チーズし忘れたから。食べてくださいね。さて、では。右上だね。あ、襲われてる。ここから行こうか。人は手を取り合う。レベルはね、きっと足りてると思うんだよね。しばらくザコを遠慮したい。こいつと戦うのは相変わらずしつこいやつだ。ここで死んでもらいましょう。本当にしつこい。強くそうだね。ただ、死より強くなってるっていう。あ、ミユが死にそうなんだな。姿勢を崩せないとなんて。こいつはアドベンチャーしなかったから。これからか。そうですね。典型的な悪役ですね。過去はやっぱり覆せないのかな。わしは絶対に許してない。わしはお前と共に。それに払うは人間もフォーレスも。苦み合っている場合ではない。これはお前にしかできないことだ。一人ではない。はい。で、こんな、そんな顔。いや、の方である。ダラム大公は、初めて出てきた時はちょっと嫌なおじさんっぽかったけど、なかなかいい人物でしたね。
で、精神の王の証を手に入れましたね。おじい様を救うことはできません。このフォーリアを収めます。やって戦うこと。ありがとう、ミエ。頑張ってね。白球者よ、感謝するの。もちろん、存じておる。そうか。グリードのドリストール伯爵、バランドールのバルトス王だ。最近の書には、大賢者ユーラ。なんじゃ。あなたが封じている騎士、必ず、その騎士を狙ってくる。この月姫は、自らの意志で戦いを拒む。たとえわしをからしても、目のアークは。世話になったな。この借りは必ず返す。ああ、その時は頼む。次はグリードだな。行こう。お元気。あの後ろに見えてるのが騎士だったのね。グリードを目指す。そして、月姫っていう名前なのか。本当は大丈夫です。どうぞ、ミュウは世話になりました。私もミュウと共に国の復興に、大変お付けしましょう。後ろの人？後ろの人って、どれ？あの、奥のやつかな？グリードに向かうのだろう？気をつけてな。あれのこと？それとも、誠好き。人？ブアストさん。この人か。私ね、レギナを見たことがないからね、わからないんだけど。ちょっと、良き。一歩前進だね。未だにね、あの、レギナさんとはね、一回も会ったことないんだよね。この機会にグリードやアルバナに支援を求めてはどうだろう。フォーリア一国の問題ではないからね、勉強するのは早くは確かにその通りだな。我々は長く一人で過ぎたのかもしれない。ローレス教とも相談せねばなるまいな。ここ、あれか。砂か、もしかして。日本庭園とかにある。サブクエの人がいる。だからバランドールの家の名前、わかった？あ、あなた方はバランドールの方ですか？そうなんですか？もしお時間がありましたら、この子、シモーヌの質問に答えてくれませんか？この子は興味を持ってて、いろいろ疑問があるようなんですけど、私じゃわからないことも多いですし、やっぱりそこにお住まいの方の方が詳しいでしょうから、どうぞよろしくお願いいたします。次の目的地に入った？聞いてるのこのエリックって人じゃないの？違うのか。あなたたちがバランドールについて答えてくれるの？本当に？ありがとう。だけど、バランドールにはたくさん旅人が来るんだよね。だよね。そっか、だったら人間とかワーグとかカピタルとかたくさんいるんだね。次はバランドールのシンボルって何なの？羽ライオン？バランドールには空飛ぶライオンがいるんだ。それはすごいね、真実だよ。ねえ、フリーダ。それがシンボルだったの？知らないんだけど。好奇心に駆られた時はいつもこのような感じなのです。思い込みが激しいというか、先ほどまでバランドールのこともあまり覚えていなかったのですが、この先何日かは疑問が溜まっていくだろうと思います。あ、また何か思いついたようです。すみませんがお願いできますか？はい。ホールに街を乗せた生き物がいるって本当？って本当なんだ。どうしよう、君の家を小指の先だとか言われた。目とか口とかのご近所も嫌だな。うん、いろいろ答えてくれてありがとうね。バランドールはなんかすごいところだって分かって。これは俺、私の宝物うちの一つだよ。もうエリクサー。やりきれん。二人ほどサブクエがいる。この人か。今、迷いの森のモンスターが凶暴になっている気がします。以前なら十分とされていた距離をとっていても、襲われることが多々あります。これはやはり例の事件でユグラ様が眠りにつかれたことが原因なのでしょうか。私の知人にルネという魔導士がいます。彼はフォーレスの中でもひときわ植物との感応が強い魔導士。彼なら何か確証を持っているかもしれません。彼を訪ねてみてはくれませんか？どこの人だ？マドレーヌのおっしゃる通り、ユグラ様が眠りに疲れたことは一つの原因です。しかし、それだけが原因ではありません。遠くバランドールやアルバナのあたりでもモンスターが凶暴化している報告を聞いています。おそらく、イニシエの力が動き出したことと関係があるのでしょう。もしこのまま凶暴化が進むと、このフォーリアの安全も脅かされることでしょう。マドレーヌと話して対策を講じてはもらえませんでしょうか。死にも一人いるんだよなぁ。副霊者。あなた方は、外から入ってこられた冒険者ですか？でしたら一つお願いがあるのですが、よろしいでしょうか。イグラの木のことはご存知ですね。
で巨大な木はとても疲弊しています。それは我々にとってすごく悲しいことなのです。できるのならユグラ様に力を分け与えたいと思うのですが、何か方法があるのならセオフィラスが知っているかもしれません。よかったら聞いてきてはもらえないでしょうか。こういうのさ、RPG らしいと言えば RPG らしいけど、自分で生きようって思うんだよね。ああ、知ってるよ。ユグラ様に力を分け与えるというのは、要は敵の体力を奪う魔法の逆をするんだ。理屈的にはそういうことなんだけど、簡単にそんな魔法を使えるもんじゃないよね。だからやるんだったら研究を兼ねて僕が手伝おうと思う。そのためには力をまとめるものとして、不思議な苗木が30本したグレー社に伝えてあげてよ。やはり方法はあるのですね。だとすればあの問題は不思議な苗木となりますが、今もしよろしければ不思議な苗木を30本採取してきてくれましょうか。ユグラ様のためにどうかよろしくお願いします。いかに我々がユグラ様の庇護を受けて生きていたかを思い知らされますね。ですがここでユグラ様のお目覚めを待ってはその庇護に甘えすぎと言われても仕方ありません。我々の力でフォーリアの安定に守らなければなりません。とはいえ現状のフォーリアに十分な協力がないのも事実です。延長しました。延長に成功しました。教えてあげてください。はい。でそこであなた方にお願いがあります。迷いの森のモンスターをある程度の数を倒してきてはもらえませんか。古びた仮面が取れるくらい倒してきていただければ、あとは私たちハンターがモンスターが増えすぎないよう管理できると思いますので、どうかよろしくお願いします。どうするか。できた。ハイエントツアリーがどうこれだけの数を減らしてもらえれば、あとは私たちが管理してみせます。ゆくゆくはイグラ様の力がなくとも、この国を守れる力をつけたいと思います。ありがとうございました。これは俺の気持ちです。一切何もしないんだけどね。お、鼓動の毛皮。そうだ。アイテム整理しなきゃ。終了まであと3分になりました。そしたら右じゃねえか、左か。内側の奥のエリアでも、サブイベントがないか確認してからグリード行きますかね。君たちは内乱の時は大変世話になったな。今さら君たちに恥を隠してもしょうがないんだが、実はまだナナゼルについていた貴族が残っていてな。彼らは一連に後手を結び内乱を引き起こしたことは間違いないのだが、どうもナナゼルの独断に操られた。そのためフォーリア全体の復興を考えるなら、彼らは排除よりも吸収すべきだという意見も強い。しかし一度はユグラ様に反したのだ。民からの反発は想像以上だろう。私個人からの頼みなのだが、彼らがこの先をどう考えているのか聞いてきてもらえないだろうか。彼らをまとめているのはジョシュアという人物だ。西市街地の奥にいると思う。すまないがとお願いする。はい、ふう、予想はしていたが、これは少々困った事態になったな。私はクリフォード、この国の職人の一人だ。この前の戦闘で傷ついたフォーリアを復興しているのだが、思った以上に修復に必要な素材が足りていないのだ。古来よりこの都は戦場とは無縁でいられた。そのため多くの建物は古くからそのままの形で使用されている。ただ、あまりに古いものになると、修復する技術が失われていたり、現在では入手困難な素材が使用されていたりするのだ。ついては君たちに素材の入手をお願いしたい。古代魚の化石があればいいのだが、頼まれてくれないか。確かね、一個なら持ってたんだよね。ありがたい。感謝するよ。こちらも古の建築技術の記録をようやく見つけたよ。これでフォーリアの都をもともとの素材は修復作業に使おうと思ったのだが、どう使わなくて済みそうなものだ。報酬として差し上げよう。また何かあればね。琥珀か。渡した素材を戻してくるんだろうと。ねえ、お願いがあるのだけど聞いてくれない？私、魔法の道具を作るために商人に素材を注文していたのだけど、この国でいろいろあったおかげで素材がまだ届いていないのよね。時間的に商品が届いてないってことはないと思うんだけど、だからね、商人と話して素材を受け取ってきてほしいの。イーノスっていう商人だからお願いね。はい。クロービスに聞いてきたわ。我々はもはやユグラ様に反したに、今になって政治に戻る気がない。裁定が下れば、結果がどんなものであろうと従おう。
私が決めているのはそれだけだ。それまでは平民として復興作業に当たらせてもらう。他の者、ハイラムやエレオノールからも話を聞いてやってくれ。彼らはまだ若い。私とは違う考え方をしているかもしれん。了解しました。こちらで必要な分、あれか、順番に話聞かなきゃダメなタイプか。どこにいるのかなぁ。これは、こいつか。いいんです。実はまだ商品が届いてないんだ。旅商人に商品の仕入れを頼んでおいたんだけど、どうもホーリアの入り口の警備が厳重で、通行に時間がかかってるみたいなんだ。そうだ、よかったら担当の兵士と話して通行のスピードを上げるように頼んでいてくれないかな。門の近くにいるレオンが担当だからさ。で、もう一人誰だっけ探してんの。僕はユグラ様が好きでした。子供の頃からあの木を見上げて育ったのです。あの大きさ、暖かさ、かけがえのないものです。僕にとってのユグラ様はそこにあって当然のものなのです。だからこそ人間が何をしようと依頼ことなどないと思い込んでいました。それに、ラナゼル様がユグラ様の配慮を考えていたなんて。僕はもう貴族に戻るつもりはありません。フォーリアが安定した後も、もし許されるなら、平民として植物を育てながら暮らせればいいと、そう思っています。このある、上の人たちが暴走すると、下の人たちは苦労するね。普通の、リアルな世界でも一緒だけどね。今回の騒ぎが、さだからこそ、不審な人物が国内に入るのを止めなければなりませんし、そのために厳重なチェックを行いますので、どうしても通行に時間がかかってしまいます。まだまだ情勢は不安定なものですので、しばらくはこの体制を続ける必要があります。で、その旅商人の方ですが、つい先ほど通過されたようです。おそらくイーノスのところに向かってるでしょうから、イーノスに確認をしてみたらいかがでしょう。ああ、申し訳ない。あんたたちに頼んだ後、入れ違いで旅商人が到着したんだ。やっぱり門のところで相当待たされたみたいなんだけど、考えてみれば、まあしょうがない話だよな。これがマルティーヌさんから注文された素材だ。早めに届けてあげてくれ。ああ、すごい使いっぱしり感が半端ないね。さて、勝者が敗者に何の用なのから話を聞くを頼まれたのですが、彼なら我々を吸収する道を考えるでしょう。しかしそれはありえないことです。イシレニアと手を結びユグラ様にドアクリスタルを設置した時点で我々は引き返せない場所に行ってしまったのです。今更ノーノーと政治に関わることはできませんし、個人的には復興が終わったらフォーリアを離れようと思っています。ただし復興が終わるまではフォーリアで頑張らせていただきます。クロービスに伝えてください。それぞれだね。あら、意外と早かったのね。ふふ、これでようやく魔法道具を作ることができるわ。ありがとうね、あなたたち。お礼に、前に作ったこの道具をあげるわ。チャージドリンク。あんまり嬉しくないな。そもそもね、アイテムを使ってないからな。ポーションも、そうだけど。そうか、彼ら自身には吸収される意志はないようだな。今はミュー様の力になるものは何でも使っておきたいのだが、今私が判断するのは危険なようだ。彼らの処遇は復興作業が終わるまで保留にしようと思う。作業が終わる頃にはまた状況が変わっているかもしれんからな。どう裁定するかそこから考えても遅くはあるまい。協力してもらって助かった。私が直接聞いても彼らの本心は聞けなかったろう。久々にギルドポイントもらった気がする。じゃあ改めてグリードに行きますかね。シーザー仲間になるんかな。遠くから来たのかな。バランドオールまでこの道で来たんだよな、きっと。じゃないの。なぜにグリードじゃないの。あ、ここでイベントがある。何が待ってるんでしょうか。今日食べたからかな。若干眠いな。今何して何してるんですか。おう、ですね。あれ、これまで順番に行かなきゃいけないの。ちょっとめんどくさいんだが。ちなみに今日は声ありですか。お、あー、なるほど。ここに繋がるのか。
オーケアミスをずっとサシステソさん。サシステソさん。匂いですね。エガーリさん。そう、めんどくさいなぁ。なぜまた一から行かなきゃいけない。さあ、パルチンさん、FF 入ってますよね。してるなら、お願いしたいことがあったり。アデリーが帰還してると思うので、受け取りと再出発をしてもらえると、助かります。朝、フンボルトとエンペラー、出し直したんですけど、いいところでいいですね。はい。お金がいいのがいる。個人的には他のでもいいんじゃないかなと思ってましたが、私のリスナーではないので私が判断することじゃないんでしょうが、 FF してる人たちはね、普段からタシさんと普段やりたいやつやればいいよ。ライムさん、いらっしゃい。まあそれが一番です。他のゲームをやっても本人がね楽しくなかったらリスナーさんも見てて楽しくないでしょうし。片付けるぞ。ファイナルファンタジー14もやりたいんだけどね。それでリスペコさん、まあ14なら14で、そうですね、何をやるかですよね。まあでも数人なら数人で、フェイトで、クレジット稼ぐっていう、ありますね。レベリングして。結構雲海探索でね、またクレジットが結構出ていくみたいなんで。まああとは、かなり廃れたけど、カードやったり、チョコボやったり。とかね。そのチョコボも最初だけだったなぁ。なんかカードも持った感じじゃなかったから。結局途中でバーミニオンの方は、もうちょっと頑張ってみたいとこだけど。もうちょっとでゴールだな。しないからな。少ない時はご注意ください。しました。延長しました。30分延長しました。延長しました。延長に成功しました。更新するように重みを。この、あるじに教えてくださいです。です。なんか毎回聞くのは、ちょっと邪魔になってきたな。一つ受けてね、アシスセソさん。ラストかなぁ、これが。あんまり進めなかったなぁ。地下水路でね、ちょっと、迷ったのが。奴らが来たか。月姫はどうした？以前、ユグラの技を奪うと、アークの行方に。予定は狂ったが、コーディアの力も随分弱まったである。それに、アークがなければ、奴らも何もできない。シャプ、下がれ。は。終了まであと3になりました。悲しき記憶の眠る地。ドグマホールを抜けたレナードたち。しかし、バッケイアでに、イシュレニア帝国の兵、レナードたちは、北部山脈への迂回を余儀なくされます。険しい道を抜け、虫の谷北部に到着したレナードたちの目の前に、バッケイアを追われた、風。あ、バッケイア追い出されたの？死はないのか。で、ここから、ここまで飛ばしてくれたのね。よく言ってか。特にイベントもなさそうだね。あれ？一人ついてこないんだわ。レナード。あ、来た。まだいるのか。これ、ずーっと歩いていくのかな。第一部の快適な感じはどこに消えたんだろうか。敵の戦力を読み違えます。本気で来いよ。誰かがいる。まあ、こっち側にも、ハピタル族がいるんだね。まあ、敵もいるのか。ガルーダの原木がとうとう出てきたぞ。やっとか。第2部に。こことかだったような気がする。これはこういう気持ち悪い色が。紫とわからん。ここ曲がって、ああ、もうちょっとか。あ、でも、でかいの倒したらちっちゃいの
診断官。これで、終わりかな。やっとグリードか。トカト、どうした？これは。一体何が起こっているんだ？ほう、もう持ってきてくれたのか。どれどれ。水車のほどね、この形。いや、この素材がグリードということを考えると。イメージは固まったよ。イメージは松と構造に匹敵する貨物列車だ。わきっても切れない関係にある。そこを報酬に雇用させてあげよう。どうやら貴重なものらしい。私が持っていても仕方がないものだから。行こう。もう一回。トリックストール邸に急ごう。なんかやけに紫色のもやが、かかってますね。これはレナード様。お久しぶりでございます。この様子は一体どうしたの？数ヶ月前。町一帯に紫の霧がかかりました。私たちも事態の収拾に全力を挙げています。シーザー様は原因よろしくお願いします。一人でとか、あれ、新しくサブイベが。この町もすっかり変わってしまったね。この辺りの見た目は全然変わってないけど。知らない区画がどんどんできて、まるで私の知ってる頃とは別の町みたい。ねえ、あなた分かりづらいことを聞くけど、私はこの街の繁栄を喜んでいるのかしら、それとも戸惑いを感じているのかしら。この心の具合をどう表していいか私自身分からないの。だから私と同じ時代を生きた人が、なっているのか知りたいのだけど、そういった方を探してもらえないかしら。昔依頼したことのあるハンターのジョセフさんなら、ご存知かもしれないわ。消防局にいらっしゃるからお尋ねしてみてください。そうだね、第2部始まってから、この、アターとレナードとユーリとエレドアは一緒に行動してたけど、シーザーはここに戻ってるっていう設定みたいですね。シーザーどこに行ったのかな？そうだな。ここらで聞いてみよう。グリードの領主様かい？私は見てないね。悪いけど他の人に聞いてくれないかい？グリードの領主を見てないかな？ああ、それならさっき見かけたよ。この戦略の石碑について詳しい人を探してるって言ってたな。確かパプリオさんだったかな。危険な方角にある山小屋で石碑について研究しているらしいよ。まさに。ねえ。グリードの領主ですか？すみません、私は見かけていないですね。とりあえず山小屋に向かえってことだね。だからここ、セーブポイントめっちゃおかしいだろ、絶対に。なここやるよりは、とりあえずね、今日はこの自動延長を無効にしました枠でね、森でいたので、あとはグリード内ちょっと回って終わりましょうかね、今日は。確かね、ここでサブイベント、あともう一つ二つね、こなせるはずなんだよね。トカゲの鱗20枚っていうのも確かまだ報告してなかったと思うし、サブイベント受けつつですかね。あとは、おエジェリーさんも元気なようじゃな。ふうむ、そうじゃの。私は流れ物がたまたま居ついたようなものだから、街が変わっていくことに戸惑いはありないの。どこまで繁栄してどこまで変わっていくの、楽しみに思っているくらいじゃ。そういえば昔エジェリーさんのようなことを言ってグリードから離れていったハンターがおった。リンドベリーというやつなんだが、こやつはグリードで生まれ育ったものでな。もしかするとエジェリーさんと同じ気持ちを抱いておったのかもしれん。アルバナで未だに現役のハンターをしておると聞いたが、やつを訪ねてみると良いかもしれんな。おお、トカゲの鱗を持ってきてくれたか。どれ、早速見せてくれないか。はい、まるであの頃の記憶が蘇るようじゃ。もっとそうだったお前さんたちならんな。勝負キャニエルというワーグがいる。やつはベテランだ。腕も十分立つ。話を聞いてみると良いだろう。いや、第一部の最後の最後でやっと集まったからね。あとは下何かあるかな。これも報告だけかな。え、これはお袋の薬？そうか、やっぱ心配させてたか。実はさ、仕事がうまくいかなくて一旦帰ろうかって迷ってたんだ。両親も心配してるって分かってたしな。え、手紙？アプリケーションエラーとか出たぞ。治った。最後の最後で、お袋頑張って一人前の職人になるようにだってさ。絶対に帰らせたいと思ってるくせにな。
俺頑張るよ。頑張って一人前の職人になるよ。これは報酬だ。俺が言うことじゃないかもしれないけど、あんたたちも頑張ってな。しびれだけかよ。いや、相変わらず、PLG さんから紹介されただって。ふ、あの人から見れば俺もまだまだひよっこみたいなものだがな。虫の谷への警護の仕事か。いいだろう。ちょうど手頃な仕事を探していた時だったんだ。モーリッツに承諾したと伝えてくれ。もうやっとこの話が進むか。お、強いのは入荷してる。ハンマーと、あー、属性ついてない方がいいのかな。まあいいか。これ持ってたね。ヘビーアーチェリー。今回は一軍だけでいいかな。それだっけ。もう探してきてくれたのか。ワーグの戦士リーベルか。これは心強いな。助かったよ。これで安心して虫の谷に迎える。ありがとう。感謝する。歳月的には2年くらいかかってた気がするんだけど。そんなに待ってても怒らないと、いい人ですね。では、商業区はこんなものみたいなので、ダウンタウン行こうかな。そこで終わりですかね、今日。機械と魔法の融合なんか無理だってみんなは言うけど、私は信じてる。いつか必ず実現できるって。で、その方が素敵じゃない？って見たんだけど、そろそろ研究に協力してくれる人がいてくれたらなって思うんだ。機械の方は私が勉強を進めてるから、私よりもっと魔法に秀でた人が欲しいんだよね。そういう人に誰か心当たりないかな。そういえば前に商業区に好奇心の強いフォーレスがいるって聞いたよ。聞いてこいってことか。聞いた？トラピルって、表向きは熱病で治安が乱れたためとか言ってるけど、どう考えても親衛隊の縄張りを奪おうって腹積もりよね。どうしよう、多分余計に治安が乱れると思うんだ。トラピスには何か策があるのか、グリードを離れようかな。はい。長時間お疲れ様でした。はい、ニャルチンさん、ありがとうございます。来場者数39人、コメント数96個目ありがとうございました。はい、39名の皆さんありがとうございました。4時間お付き合いありがとうございます。たまにまた長時間やるかもしれないんですが、その時はまた見に来てくれると嬉しいです。はい、では今日はお疲れ様でした。